はい、皆さんこんにちは。今日はですね、壱岐島の方にやってきました。すごく行きたかった、ね、約1年ぶりかな、壱岐島で選ばれた駅っていう動画があったんですけど、あれぶりなんで本当来たかったんですよ。まあ、コロナもあってね、なかなか行けなかったんですけど、ようやく来ることができました。ってことで今日はね、壱岐島で勝手にサボってー。雰囲気はすごいいいですね。いいですね。はい、ポイント入りました。一発目、初めてのポイントですね。ちょっと風が強いですね。フェイトアジアル落とし込み用のね、ジグサビキに4号の鉛をつけて、ちょっと水深とフェイトが何なのかをちょっと確認したいと思います。水深めちゃめちゃ浅い感じ。水深浅っのですね。逆は内海側はどう？深いね、やっぱりこっちの方が深いね。釣れましたね、なんか。おお、びっくりした。なんだ、アジか。お、いいね。豆アジね、釣れたんです。落とし込みたいと思います。ちょっとキャストして気持ちいい。着底ですね。暴れてますね、暴れてますね。暴れております。はい、なんかつきましたね。なんか来ましたね。なんだろう。これあれば、クエの子供ば。これ。頑張って。よし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 。と元気。ね、魚の生命力よ。うわー、いいサイズ、ちょうどいいっすね。やばい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 、怖い怖い、なんか怖い。でかい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 。うわ、でかっ。マークが持っとった。どういうことよ。まあ、あらあら、マークが、あれマークないじゃん。いけとるいけとる。あー、持て持て持て、いけ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 、持て持て、入らない。下げ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 。あー、入る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 。よいしょよいしょ。やば、釣ったおじさんです。マークも頑張った。あんたが釣ったみたいになってる。バカだね。怖っ。私の足、26.5 か7ぐらい。やば、コブだよ。でかいでかいでかい。うわー、やばい、でかい。これがまだ大きくなってくる。口がね、口が隠すね、真っ白になってる。口白石で。あ、ご飯です。ご飯、ご飯です。何だと思いますか、皆さん。お、シェフの林田の柳田。林田って読みましたね。柳田はだってバレーボール選手だから。すいません。ご飯ですよ。ご飯ですよ。息のご飯が来ましたよ。デデデデ。シェフのご飯。いや、何だって。何が有名かっつったら、カスうどんです。こういうことになりますね。ホルモン的なことですね。ホルモン的なことですね。はい、来ました。こちらが肉カスそば。こちらがカスわかめうどん。うどん。肉カスうどん。肉の甘みがね。コシがいいよね。生き具ですから。うまいな。なんか食感がいいね。カスの。一回こうカリッて焼いてるみたいですよね。はい、完食しました。うまかった。綺麗に完食。お疲れ様です。超うまかった。はい、移動してきました、はい、ご飯も食べてもすこぶる元気になったんじゃないでしょうか。ここでちょっとエギングを勝手にサポッティング、サポッティング。
あ、イカやったね、大丈夫だっす。来ました。これはイカですね。あ、300個ありそう。はい、イカもゲストすごいことになってる。アオリキューね、3.5 号ですね。ゲッチ。何ですか？イカですか？お、ダブルヒートですね。おー、いいじゃないですか、いいじゃないですか。はい、よし、よし。いやー、ダブルヒートです。こんぐらいの群れの多分来とるね。びっしょびしょです。鼻水みたいになってる。ダブルグロ、ダブルグロ、グロ、おめでとうございます。エース。なんか触った感じするよ。ありがとうございます。めちゃくちゃ触った感があったんですよ。エグよ。エグよ。チェイズよ。チェイズアップ。チェイズアップ。そんなです。いや、いや、でも、いや、でも。チェイズアップ。うーん。吹かないですね。よかったですね。同じエギずっと。同じエギですね。エギボロボロやん、噛まれまくって。いや、もう、イカれてますから。ねえ。はい。わ、おめでとうございます。勝手に。サバッパパパパパパ。どうしたんですか？なんか見てましたけど、どうされました？エギを3つなくしてました。なんて、なんて言っちゃう。もうやめて。楽しいもん。イカ釣る人も楽しいもん。勝手にカボティン。お、おい、これが秋イカです。イカでしたね。流して流して流しまくった先にイカちゃんでしたね。サイズアップしたかな。塩が効いてるからね、重く感じるんですよね。サイズアップですもんね、完全に、はい、サイズアップしてますね。わあ。やっぱどんな感じの時来たっすか。塩がちょっと流れ出して、これ3号のエギなんですけど、うん、あ、3号なんだ、はい、流して流して流しまくった挙句乗ってましたね。いやー、釣りますね。早かったですね。これいいね、ほんと、今季。やっぱり今ね、うん、反応ね、反応ね。おめでとうございます。ナイスー。ナイスー。いいサイズ。釣れたよ。もうちょっと顔の前によろしいですか。いやー、いいです。もうちょっと前によろしいですか。いいか、いいか、いいか、かぼちゃ。嬉しいです。サイズも上がったし、上がったよね。どうしたどうした、ゆうすけどうした。下手なんですよ。カメラの前で言ってないですけど、はい、ご飯食べたら調子上がるって言ったんで。ああ、そうですね、はい、調子上がってるんですよ。もう同じところでエギを3つなくしてます。お、サイズアップしてる。おー、いいやん、いいやん。さっきよりちょっと気持ち上がったかな。おー、いいじゃん。あ、いいっすね。いいね。やめろ、やめろ。うわー、ほらー。やめろって言うだろ、ほらー。エギナイトですか。さっきからフィルマスターです。今回はラトルなしですね。これ3号よね。3号です、3号です。おめでとうございます。ありがとうございます。マー君のね、タックルを借りてリギングをやってます。アジングやってたんですけど、金魚しか釣れないからね、気分転換に。いや、ドラグリルかな。マー君のタックルやれるさおよ。張りがあるんで、せ気持ちいい。よしてくださいよ、そういうのは僕だけのものですから。あ、いい、まあ、全然いいサイズと思う。まあまあサイズっぽい。せーせーせー、うまくない。イエス、いつものやつ。いや、ユウさん、また釣りましたね。はい、アピーマ、アピーマ3匹目。こいつかな、俺の相棒は。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう日中は散々だったですけどね。散々、はい、日が落ちてからは、うん、まあトータルだけが12杯で、今回はね、勝手にサポッティングということで、皆さんご視聴ありがとうございました、はい、チャンネル登録と高評価もついでにお願いします。で、最後にベルマークのポチッとなお願いします。お願いします。バイ。